今日は音にまつわる実験です。まずはこちらの音をお聞きください。お寺の鐘の音ですね。お寺の鐘の音はワンワンと波打つように聞こえますよね。なぜこのように聞こえるのでしょうか。まずはこちらの2つのスピーカーから同じ周波数の音、500Hz の音を出します。お寺の鐘のような波打つ音は聞こえませんよね。では片方だけ周波数を上げていきます。どんな風に聞こえるでしょうか。501Hz に上げます。では502Hz に上げてみましょう。503Hz に上げます。波打つ音が聞こえる。音は空気を振動させ波として伝えていきますが、そこに少し異なる周波数の音が重なると波を打ち消し合う部分と強め合う部分が現れます。その結果音の強弱が波打つように聞こえるんです。この現象をうなりと言います。お寺の鐘がうなって聞こえるのは、鐘をついた時わずかに周波数の違う2種類の音が同時に出ているからなんです。実はうなりの現象は目で見ることもできます。こちらに等間隔の黒のラインが100本描かれています。このラインを音の周波数に見立てると、これは 100Hz の音を表しています。ではラインの数を1本増やした別のシートを重ねてみます。これは 101Hz の音を表しています。重ねてみると明るい部分と暗い部分がありますね。明暗が一つ現れました。線が重なる部分は明るく、線がずれる部分は暗くなります。これがうなりなんです。 100Hz と 102Hz のシートだと明暗は2つ、103Hz なら明暗は3つ。このように 1Hz ずれるたびにうなりである明暗も1つずつ増えるんです。明日のあなたがエネルギーで幸せになりますように。合言葉はハッピーエネ。